はい。9月の6日の今2時を回っております。えー、非常にこの残暑が、えー、続いています。えー、ここはあの植物生態園です、えー。これ昼からこの青い花、えー、咲いてきまして、これタヌキ豆の花を今映しております。えー、夕方になると、えー、しぼんでしまいます、はい。この青い花ですけども、 えー、これ、後ろ、学編ですね、えー、が、もう、すごく、この、褐色の毛に包まれておりまして、えー、この、ま、花が終わりますと、えー、唐花、えー、豆ができます。えー、その豆が、この、毛に、ま、非常に覆われた、え、姿になって、ま、それが、たぬきの姿に見立てられて、ま、たぬき豆という名前がついています。えー、花は、このように、 マメ科の特徴であります左右対称の花ですね上が2列してて下はこれよく手で開けてみると3列していますこれ高さ50センチぐらいに成長していると思いますこれは京都風の絶滅危惧種にも指定されておりまして非常に自生地が少なくなっています 一、えー、年生の、えー、これ、植物なので、まあ、これ、種が、えー、次、更新しないと、えー、自生地の方は、なくなってしまいますね。えー、これ、豆科の植物には珍しく、えー、これ、葉が、この単葉のようになってます。えー、これ、非常に、あの、珍しいですね。大体、あの、豆科の植物は、このように、服用になっていることが多いんですけども、 えー、これは単葉の形をしています。はいえー、今日はタヌキ豆をご紹介いたしましたあ、えー。場所は植物生態園の池のところですね。えー、このすすきが隣に入っていまして、えー、その横ですね、まあ。自生地もこのように明るい、えー、土手など ですねまあ、草の生えているようなところに、えー、自生地がある植物になります。